コーチングラボ、前回同様ですね、成田美鈴ちゃんに協力をしてもらって、30ヤードの、まあ、低くて止まるハイスピンボールですね、これを検証していきたいなというふうに思います。我々多くのプロはですね、球をあまり上げたいというふうに思いません。なぜかというと、低いボールの方が方向的にも優れていますし、基本的にボールが止められるんであれば、あえて高いボールを打つという必要性はないんですね。ただ多くのアマチュアの方というのは、この低いボールを打てば球が止まらない、高いボールを打つと例えば球は止まるんだけれども距離感が合わないということを悩んでいるはずです。ですから、このプロがよく使う低くて止まるボールというのを、どういう技術を使ってるんですね、打っているかというのを見ていただくことが重要だというふうに思います。はい、今のねウエッジの、まあ、成田美鈴ちゃんのこうサンドウェッジをね見ていただいたわけですけれども、もちろんスピンの量というのは、例えばボール、クラブといったマッチングがとても重要なのは、まあ、多くの皆さんがご存知だと思うんですが、実はそれ以外の要素もあるんですね。それはまあ想像していただければ分かると思うんですが、卓球のカットと同じ原理なんです。面を固定して押し込んでくると、当然このバックスピン、ターゲット方向に対してボールは強く打ち出されていって、回転がしっかりかかりますよね。でその角度が寝れば寝るほど、もちろんカットが強くなるんですが、球は今度上に弾け飛んでしまいます。ただ卓球と違うのは、材質が鉄とゴムなんですね。で卓球の場合にはですね、プラスチックと結局、まあ、くっつきやすいラバーですから、かなりの角度をつけても、いわゆるこの摩擦でですね、低く打ち出せるんです。ただ鉄なので、あまりにも寝かせすぎてしまいますと、ボールの下をですねくぐってしまったり、上に上がったりしてしまいます。ですから重要なのは、まあ、20度以上のハンドファースト量で当てることです。多くのアマチュアの皆さんが、じゃあボールを低く打つんだったらウェッジじゃなくてピッチングウェッジなら9番の方が優しいんじゃないかっていうふうにおっしゃる方も多いかもしれません。ただしですね、サンドウェッジをロフトを立ててハンドファーストヒットして打つことによって、バックスピンというのは強く強烈にかかってくるわけですね。ですから、皆さんも、まあ、サンドウェッジ以外のクラブで多分アプローチが苦手な方は打ってらっしゃる方が多いと思いますが、もしプロのような低くて鋭いアプローチを習得しようと思うのであれば、サンドウェッジでできるだけハンドファーストに当てられるように練習してみるのはいかがでしょうか。ただしこれをやるときに、ボールをあまりにも右寄りに置きすぎてしまいますと、入射角度が上から入りすぎてしまうんですね。そうするとどうしてもクラブが抜け道がなくなってしまいますので、できればあまり右寄りに置かないでハンドファーストヒットをすることをお勧めします。そうすることで、抜けのいい低くて鋭いですね、そういったアプローチが打つことができるようになります。